の？山岸、山岸か？あなた、確か塩見くん。どうしてここに？助けに来た。なんで？竹葉、純平も一緒だ。みんな、君のこと心配してる。嘘よ。みんなが私のことなんか心配するはずない。だって私はどこにも居場所なんてないんだから。
どうせ私なんて。山岸は誰かを必要としているのか。え、周りの人を信じないのに誰かに必要としてほしいなんて都合のいい話じゃないかな。それは、どうした？何かが近づいてるんです。寒気が、震えが止まらない。何か、これは二つの大きな影。大きな影、シャドウか。近くに人も。なんだって。このままでは、
一騎しよう。俺は守れないのか。お父さん、私はこんなところで。みんな、になりたかったんだ。特別になりたかった。この力でみんなを守れりゃなれるって信じてたんだよな。お父さんのことがわかるまで私は死ぬわけにはいかない。目の前のことからも逃げたくない。だから私戦うよ。俺はかつて大切なものを失った。俺に力がなかったから。もうあんな思いは二度とごめんだ。だから俺は力が欲しい。誰も失わない力を。霧城の犯した罪は重く深い。だからこそ霧城の娘としてその罪と向き合わなければならないんだ。みんなそれぞれ思いを抱えて戦っている。それなのに君はどうでもいいと彼らを遠ざけるのかい。俺は、君は何が欲しいんだい。俺は逃げてくれ。シオン、何言ってるのよ。みんなには死ねない理由があるんだろう。俺には何もないから。だから
よし、俺の出番だな。ポリディックス！次は斬撃です。俺の番来た。私も行かせてもらうぞ。ヘルメス！ベッドシリア！よっしゃー！風が有効です。私の力で。いいよ！敵の体勢崩れました。今なら一気に行きます。オルフェウス！私、役に立てたのかな？何言ってるの？当たり前じゃない！そうだ、山岸がいなかったら私たちは命を落としていただろう。私でも閉じ込められて、でもね、このまま死んじゃうならそれでもいいって思ったんだ。誰にも必要とされないなら死んじゃったって別に構わないから。俺たちは必要としてるよ、山岸のこと。お、なすっげえ力なんだしよ。映画行かなきゃいけねえし。必要に決まってんじゃん。私が必要？教えてください。今みたいな敵はまたやってくるんですか？敵は満月の夜にやってくることが分かった。一体いつまで続くのか分からんが、また来る可能性は高いだろうな。だったら私も戦います。本当にいいの？うん、私の力が必要なら、ここが私の居場所だから。歓迎する。ありがとう。やあみんな、今回は厳しい戦いだったと思うけど、よく乗り越えてくれたね。そして山岸風花君、君を新しい仲間として歓迎するよ。
しくお願いします。さて早速なんだが君たちに知らせがある。え、またすか。今度はいいニュースなんでしょうね。どっちだろうね。もうもったいぶらないでください。ごめんごめん。実はね、君たちの倒した大型のシャドウはアルカナという属性を持っていたことが分かった。アルカナ、タロットですか。ああ、そこから示し合わせるに、おそらく敵は全部で12体。すでに君たちは4体倒したから、あと8体というわけか。そういうこと。それっていいニュースなんじゃないんですか。だって終わりが見えたってことでしょ。確かにそういう考え方もできるね。あと8体か。やあ、また一つ試練を乗り越えたんだね。またお前か。君を見ていると、すべての終わりとは反対の大きな可能性を感じる。現に君の力、前とだいぶ変わってきてるみたいだしね。変わった？君のおかげで僕も変われた。名前もね、思い出せたんだ。ねえ、よかったら僕と友達になってよ。君にすごく興味があるんだ。僕の名前はファルロス。改めてよろしくね。どんな試練だって乗り越えられる。きっとみんながいるなら。
さて聞こえてきた君によく似た声、振り向いて空を仰ぎ見る、こぼれそうな涙こらえて、明日こそいつの日かもう一度君に会えると信じ、一人迷い雨の夜、晴れた朝、待ち続けて忘れないよ、駆け抜けた過ごしていた。